鹿児島市街地の温泉では、鹿児島県鹿児島市の市街地にある温泉群について述べる。南北約1 5トル、東西約1 0トルの範囲に200本以上の源泉があり、深さ500から1 2 0 0ルの地下から組み上げられている。温泉群は鹿児島市の市街地内に散在しており、概ね鹿児島市の市街地全体が温泉街と言える。 鹿児島市街地にある公衆浴場のほとんどが温泉を利用している。温泉を利用していない公衆浴場を探す方が難しい状況となっている。鹿児島市街地周辺は、流出温度の低い光線がいくつか知られていたが、もともと温泉のない地域であった。海へあるいは安静年間、島津成明の命令により、市街地中心部から北西へ、 約6キロメートル離れた川頭で温泉の開発が行われ、流出温度摂取33度の温泉が利用されるようになった。湯は判定まで運搬され抑揚に供されていたが、この温泉は後に廃止されている。1929年、片川八一によって本格的な開発が始められた。掘削を行ったのは石井峰次郎であり風ズ掘りの技術が用いられた。 この時の開発による最初の温泉施設は鹿児島温泉と名付けられている。その後の調査や屈作技術の進歩に伴って1960年頃から多くの宿泊施設で温泉が利用されるようになり、1965年以降は銭湯でも温泉を利用することが一般的となった。ありがとうございます。